<Hello. S 2> 皆様こんにちは。かなり短い休憩でしたね。あの出て、また会場に戻ってくるのは大変だったと思います。申し訳ありません。でも、まあ、もう皆様お集まりだと思いますので、スタートします。デジタルガバナンスの未来というセッションです。未来について素晴らしいことは全く予想がつかないということで、まあ考えるし、パステにはなるでしょうか？今週。 いろんなライトアップとかこの会議でいろいろな提案が出てまいりましたそれからアイディアも出てきました新しいメカニズムとか GDC とか新しいデジタルフォー会合とか新しいメカニズムとかなどなどですそこでお我々がじゃあ今の IGF はどこが悪いんだろうということを 問い始めたわけですまあそれに対する答えとしていろんなギャップがあるということが指摘されました確かに皆さんが将来に向けてのベストなアイディアというのを見るとやはりギャップがあるようです。でこのギャップを埋めななけければいけないそれはとても重要なことだと IGF はもう18年間前に設立されていろんなギャップが出てくると。そこで私が 検討し始めたことはまあ確かに設立して18年経ってそろそろ更新シーズンに入ったかなということですで、そういう頃になるとやっぱり将来には何が必要だろうかとデジタルガバナンスの未来とかインターネットガバナンスの未来とかまあ将来のガバナンスについて検討する機会ではないかと思ったわけですそして かなり前に始まったもので、当時は素晴らしいまあ、有望な見通しで、そしていい意図を持って作られた多くの時間とお金とそして努力をかけて新しいフォーラムをスタートしたんです。フォーラムを新たに開設するというのは本当に大変です。IGF が最初インターネットガバナンスのワーキンググループで着想された時からまあ。 まあ、私はあの事務局でもそしてマグでも務めさせていただきますしあの野生の声を提供してきました本当に喜んで参加していましたそこで、まあ、今回我々が検討し始めたのはでは何がギャップなのかどんな本物のギャップがあるのかそして IGF がどうやってそのギャップを埋めることができるであろうかそれも。 今までのような経費とかあるいは大機幅とか苦痛とか何か全く新しいものを作るようなそういう苦痛とか努力を避けながらできないかということでした。ということで前からいろんな疑問があったんですけれども昨日チュニスアジェンダについていろいろと考えてそしてまだチュニスアジェンダから残された課題ギャップというのが残っているとしたらそうやってそれを解消できるんだと。 いう話をしてたんですって、IGF だけではそのギャップを埋めることができないと誰か言ったんですができないどうしてできないんでしょうかできないわけがないと私は思うんですですからこのような協議を我々の間でそして皆様と一緒に行いながらそのギャップスペースというのを探索して何があればそのギャップの問題を解決できるかということをぜひみんなで考えたいと思うんですそこで うん、コームテレーターもう一人の司会アナクリスタさんどうぞ、アボリさんありがとうございます。そして講演者の皆様ありが、こんにちは。皆様こんにちは。みんなさんはちょっと混乱してませんか。まあ今あのグローバルレベルでデジタルについていろいろな動きがありますよね。かなり複雑です。もう IGF があの始まって、まあゼロデイを含めてもう四日目になります。私が。いろんな方と話した中で。皆さんちょっと混乱をしていらっしゃるように思いました。あのここに来る前に考えていたことと、ちょっと状況が違うと。いうことが多いようです。 特にデジタルに関するトピックというのはまさに国際的なアジェンダーではまさに中心ど真ん中となっていますが今我々は人工知能を話題にしています IGF の間でも人工知能 AI についてのセッションは多数開催されました。 私が申し上げたいのはテクノロジーのスピーディーな進化そして例えばメタバースといったような新たなテクノロジーそして先端テクノロジーの例えば Web3.0 とかそれから分散化そしてユビキタスな接続性の必要性高速低遅延で高品質のコネクティビティ接続性の要件などなどが 地域国そしてローカルレベルでのデジタル格差を逆に拡大してしまうことにならないかと。ということで例えば社会経済的なそれから政治そして教育分野での進化とか発展というそれからデジタルプロセスに効果的に参加するような可能性というものをもしたら現じているんではないかというような。 あのこの格差による影響というのが考えられるわけです。で、以上をもってスピーカーの方にバトンタッチいたします。けれども、アフリーさんと2人でまあ背景説明文脈のご説明をしました。ウィセスの狙い特に未来。サミットに向けてまあまあ首脳を。 2025年に開かれるんですがそして情報社会担当大臣会合というのがすでに25年にありますがウィジ i スの狙いというのは共通のビジョンそして望みそしてコミットメントを作って人間中心でそして包摂的なあの。 インターネット社会を作りてそして誰もがその情報データを使ってそうしてアクセスし共有できるようになることそして2003年の最初のウィ d スの宣言では18の政府そして市民団体そしてビジネスそして国際社会それなど国際機関などが一緒に共有すべき18の あの課題というのを提案しましたあのつまり ICT For Development のためですそしてあの WCC の次には2005年の11月チュニジアで採択されたあるドキュメントがありますそしてここでは IGF を設立しましたそれから新しいライトウェイトのマルチステークホルダーのガバナンスの構造をインターネット用に作ろうと したわけですで、官民それから技術そして学術界そして市民社会もそれに参画するようになったわけですそして今たくさんのプロセスが存在していますあのウィズスプラス20とかそれからサミットオブ・フューチャーの中にはデジタルコンパクトでデジタルが含まれます その他にもいろんなプロセスが世界レベルで今提案されていますでは我々の未来はどうなるんでしょうかなぜ IGF が今の状態では十分ではないのかどこにギャップがあるのかあの、まあ、アブリさんがおっしゃった通りですねどこにギャップがあるのかということを考えたいと思いますそこでスピーカーの皆様にではバトンタッチいたしますまず最初にジョーダン・カーターさん インターネットガバナンスディレクターとしてドット .au ドメインアドミニストレーションオーストラリアのですねで働いていらっしゃいますということでジョーダンさんどうぞありがとうございます。そして皆ここんににちはこのパネルに 大変面白いスピーカーと一緒に登壇できて嬉しく思っていますあのこういった問題について長年考えてきたので個人的な意見を申し上げます三つの点を強調しますまず最初がこのインターネットが我々の日々の生活に非常に中心となってきているということですそうでないという方二0二0年になってそのコロナのパンデミックがあってそれを目の当たりにされたと思いますで インターネットそれからサービスアプリケーションなどその上に走っているそのものであれこのデジタルな世界というのは我々の生活にとって本当に中心的な役割を果たします。ですから事務総長がこれを我々地球に直面する気候変動ともう一つの2つ目の大きな課題だとおっしゃったわけです。あと2つ申しし上げたいのははこれれを正しくできれば我々は その地球のビジョンとして人類の繁栄を確保できます。そして公正で平和で、そして豊かな社会、そして持続可能な社会を世界中で作ることができます。ですからかなり掛け金大きいわけです。で三つ目はこのパネルのタイトルがかなり刺激的でというのはインターネットガバナンスとデジタルガバナンスを分けることはできないと思うんです。この二つはあの互いに関わり合ってます。というのはすべてのデジタルテクノロジーというのは通信コミュニケーションに依存している。そして我々が 依存している通信ネットワークというのはインターネットだからですそしてデジタルポリシーというのがインターネットからあまりにもかっ隔離し始めますと独自の制度とかディスカッションが必要になるで独自のスペースを持つのであればそこにもやはりマルチステークホルダーのアプローチをそういった協議にも対応するべきです適用するべきですいずれにせよあのデジタルとインターネットの協議というのはあのほぼあの密接に絡んでいてそれが続くべきだと思いますそうでないとこういった政策の対話が二極 化して、そして複雑性が増す。そして、医療区のリソースを、あの、実はお互い重複するようなフォーラムに投資しなければならなくなるからです。それから、二つ目の点は、効果的にインターネットガバナンスというのは、マルチステークホルダーのインターネットガバナンスでなければならないということです。で、先ほど、インターネットが我々の生活、そして情報社会にいかに中心的な役割を果たしているか、お話したんですけれども。だからこそ、I. G. F. というのが、これだけ重要性を持つフォーラムです。その構造、そして、その範囲から、あの。 世界中そしていろんなステークホルダーコミュニティのいろいろな懸念とかそして関心事項というのが対立するわけです。ですからこそ十分全てのステークホルダーのグループつまり市民社会とかそれから技術的なコミュニティアカデミアそれからビジネスそして民間セクターそして政府も一緒の一堂に会さなければいけないんです。 ガバナンスですで、一番最悪のシナリオは重複した構造をデジタルガバナンスの問題とインターネットについて作ってしまうことですで、我々はすでにフォーラムがあります現在我々があの集積しているものですしかしそれより悪いシナリオはそれをシングルステークホルダーが支配するようなフォーラムになっ してしまうということです。つまり、政府が優勢を持つようなフォーラムで、これは重複よりもさらに悪いです。これに対しては私どもは反対したいと思っています。それから3つ目の点、それはあの司会の方がおっしゃったギャップについてです。というのは、まあ、インターネットガバナンスの今のシステムが完璧だと私は決して言いません。あの完璧だと思う。人手を挙げてください。 全く手が挙がってませんよね Zoom のあの方参加者には聞きません世界は2000年初頭からかなり変わりました必ずしもいい方向に変わったとは言い難いと思いますですから IGF を強化してそしてギャップ プを調整しなければいけないで三つほどここで提案したいと思いますあのもしかしたらこれはちょっと刺激的で挑発的かもしれませんでもあのパネルストのあの後のあの対話の材料としていきたいと思いますそれから野心のギャップそれからコーディネーションのギャップそれから資源リソースのギャップがあると思いますまず野心のギャップですが私はインターネットが必要な将来のビジョンを持っていませんでも我々の求めるインターネットを実現するためにいはやはりあのそれを定義して基準 そそしてそこに到達すするための目標を記述するべきだと思います我々の治療法社会の狙いは何でしょうかどうやって進捗を計測するそして SDG そから人間の豊かさをどうやって実現するのかそしてどうやってその求めるインターネットを構築するのかそのギャップを埋めるためにそれを行うための合意できる目標というのを作れば私どものインターネットガバネンスのシステムのフォーカスを当てることができる。そしして新しい IGF のあの作業のやり方というものを開発してそういったものに合意するべきだと思います SDGs、えー、とかではなくてその我々のそのフォーカスを絞ったディスカッションということですそれからまたコーディネーションですインターネットガバナンスのモデルというものがいろんな機関だとかいろんなコミュニティにおいて議論されておりますで、これを機能させるためには強力な強調が必要になります調整が必要になります IGF はそのような調整をやる場でもあります 実際にそのための作業のための方法というものが必要になります IGF においてより強いですね。調整のための大きな機構を持つということそれからまたリソースのギャップです IGF の事務局がやってます素晴らしい仕事ま5人でやってるわけですけれども5人ですそして全体的なガバナンスシステムの規模を考えてみてください 各国でもそうですしまだグローバルレベルでも本当に大きな規模があるわけです。従って我々の誰もステークホルダーとしてこのフォーラムに十分なリソースを提供してないと思います。そしてそのリソースが十分ではないがために我々のこのフォーラムとメニューの対応を 多様性も十分ではないと考えられます。なので、このリソースのギャップというものを埋める必要があります。そして、igf をさらに強化することがあると思います。デジタルガバナンスとインターネットガバナンスを分けることはできませんし、マルチステークホルダーのアプローチ、そしてモデルというものを全ての大きいステークホルダーに参画いただきまして。えー インターネットとそのデジタルのガバナンスに関しまして一緒に議論していく必要があります。そしてそのギャップというものを埋めるアンビション、コーディネーション、そしてリソースのギャップを埋めることで私たちの望むインターネットというものをさらに協議していくと。はい、ありがとうございます。ではこの後、トホナタミアリーさん、ブラジルのインターネットステアリングコミッティからご参加でいらっしゃいます。お願いいたします。 ありがとうございます皆さんこんにちは、えー、セッションの参加者の方々に感謝申し上げますまた IGF の方々にこういった機会をいただきましてありがとうございますメインセッションとして我々がこのイベントに関しまして我々の未来のガバナンスコミュニティに関しましてディスカッションするわということで、えー、まずは振り返りから始めたいと思いますインターネット ブラジルにおきましてインターネットスタリングコミュニティの経験に関しまして我々のグループにおいてはもう20年程度活動をやっているわけですけれどもこのジャーニーの中で今現在のインターネットというものは20年前とは全く異なっています20年前ウイススの最初の会合が行われましたそれ以来グローバルに拡大し そして人々の生活に浸透しています技術的に強くなりましたそしてレジ量になりましたしまたスピードも速くなりましたこれは事要インフラの一部になっています経済的にはそうですし、えー、社会に関してもそうですアプリケーションのレイヤーコンテンツこういったものを見てインターネットが、えー、生活に対しまして、えー、大きな影響を持っていますまた我々のコミュニティも成長してまいりました 国家のイニシアティブ、リージョンの、えー、イニシアティブ、そしてまたユースだとか、さまざまなコミュニティがで,できてまいりました。最初、インターネット・ガバナンス・フォーラムがブラジルで、えー、何年か前に、えー、主催したことがあります。それ以来より多様で、そして法制的なものになってまいりました。アクターもそうです様々な方々が競技に参加しています。 今回は8000人の方々が登録されていますけれどもそれだけ IGF は大きくなってきたわけですインターネットが拡張する中でまも一方で緊急な問題が出てまいりましたこれはエコシステムにおきます経済的な検討が必要になりますしまたインターネットの使用 これは民主主義を攻撃するような側面もあります。また、ヘイトスピーチ、また、暴力的なインターネットの利用もあります。そして、インフラへの影響だとか、子供たち、インターネットを利用できないようなこともたちもいます。また、AI から追加的なさまざまな教育というものが生まれてきています。ですので、我々の未来を、未論をディ,スコディスカッションするときには、今現在の課題、 特に、えー、このジレンマを考える必要がありますインターネットガバナンスのこのコミュニティが直面しているジレンマです我々はさまざまなアイデアを有していますそして、えー、複雑性がどん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 高まっていますで w i s i s p l u 2 0ですがそれプラスまた、えー、グローバルデジタルコンパクトもありますのでこのような複数のプロセスが同時に行っていますそしてこういったものはいくつかのストリームにおいて重複しています 今後未来へというものがさらにこういったフォーラムが拡大していくということになりますと意味がある三角ということに関しましても問題が生まれる可能性があります。なので複数のステークホルダーができるだけそ分断をしないように同じそのインターネットガバナンスの,この分野において、えー、こういったものは全てデジタルの問題として 一緒に議論する必要があります様々なディスカッション別々の場でどん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 分岐していくということはやらないということですそしてあるところの意思決定というのが別のところにも影響を与えるわけですからチュニーズアジェンダが そういいっででは大変重要にななてててききてますす統合的な問題として見るべきです多くのそのゴールというのはそちらの方でまだ達成されておりませんしまた死に関してその死にして作りましたガイディングプリンスプルというものに関しましても今でもこれは有効であるということです我々のそれぞれのメカニズムというものを見直してそしてそれぞれのその期間の応募を行っている。 ギリシャテープに関しましても、その緻密は全体に立ちの立ち上るべきだと思います。まず、ディベートをあまり分断化しないということ細分化しないということです。マルチステークホルダーの参画を行う中で。より、その建設的なプロセスを設けるべきだと思います。で、igf をどのように改善するのか？ディベートのための参加だけではだけではなくてディスカッションが。 実際に意思決定につながるような様々なグローバルなステークホルダーの意思決定に資するような会合にするとそして多様性を増やしマルチステークホルダーの参画というものがをもとにですね将来のインターネットというものを議論していくということそして多様性というのが本当の重要であるって我々のガバナンスコミュニティにおいてもその多様性が求められます。ブラジルではそういったことも 模索しております。それからマルチテイクオーダーですが、このような三角において様々な視点というものをえー、協議の場に持ってくるこ持ち寄せるまち寄ることができます。そして、その違いというものをディスカッションして、お互いに成長するということです。このような機会を使って。インターネットガバナンスがこれまで達成してきた成果をもとに。過去をもとに。 よりその不平等ということ問題に対応しそして我々のインターネット関係の問題というものを改善していく解決していくとデジタルワンズという形ですそして我々の視点では IGF は今現在もまた今後もそうですがこのようなディスカッションが起こる場であるべきだと思いますしそち この IGF にそれぞれの意見というものを提供して、そしてより良い社会のためにあらゆる方々が貢献するような場であるということを期待しております。ありがとうございます。レネアタさんありがとうございました。では次にリスフーさん、IGF リーダーシップパネルのメンバーでいらっしゃいます。お願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。まずはご招待いただきましたありがとうございます。 こちらののパネルで発言の機会をいたださまざまなトピックを今回の IGF でもお話をしていますセキュリティイノベーションスキル接続性持続可能性そして特にこのトピック我々がこちらでディスカッションしているトピックはまず重要な時期にこのディスカッションを行っております。この重重要要なな時期に重要なあ 質問に関しましてすなわち今後のその IGF をどのように考えるのかという、えー、それを考えるこの時期に来ているということになりますインターネットガバナンスそのものに関しましてもそうですそしてどうしてこのタイミングが重要なのかということは先ほどもモデレーターからも話がありましたし2人のパネリストからも話がありました US プラス20がやってくるということがまずその一つになりますそれ以外にも、えー、政策関係の取り組みが行われています国連においてもそうです グローバルデジタルコンパクトもそうですしこれが大きな未来サミット事務総長が来年行います未来サミットの一つの成果物になるということでそして技術特使が国連では指名され技術だとかガバナンスに関しましての担当をしているわけです。またこの人はリーダーシップパネルの職権者のメンバーでもあります。そして リーダーダシップパネルとして私のシ日の生活において私は S なの DG でもありますブラッセルの電気通信連合の DG なんですが、まあ、今日はこの IGF のリーダーシップパネルのメンバーとしてお話をしたいと思います IGF を見ますとイノベーションが見られますこの1年2年の間にです事務総長が 付、えー、託事項としてリーダーシップパネルに対しまして、えー、タスクを委託していますで。それは先週も話がありましたリーダーシップパネルにおいて我々は次回の IGF までの任期を持っています。これは専門家のパネルでリン・サーフが議長です。技術コミュニティ学会会市民社会そして政府 また民間セクターからの代表者が入っているわけです。我々はそれぞれの担当分野の中で、IGF に関します認知度高めようという努力を行っておりますし、IGF のマッセージを強化、拡大するための活動も行っています。その中で重要な側面、リーダーシップなどにおいて、最近重要になってきてる、また今後も重要になってくるだろうという側面は、 これがフレームワークで私たちと望むインターネットの枠組みを設けるというものです。こちらが複数のゴールの基盤にあって、オープンで安全で人権を守るようなインターネットというものを目指しております。でこのようなフレームワークを作って、これがトップダウンのプロセスではありません。我々が考えておりますのは、このような原則、 原則というものが今後グローバルコミュニティが策定するようなゴールに対します貢献をするということです。したがって我々は今インターネット・インターナショナルコミュニティと呼んでおりますがすなわちグローバルのコミュニティでコンサルテーションをしていくということ今現在は誰もがインターネットを使っています。そしててリーダーダシップパネルにおいては グローバルデジグローバルデータルコンパクトに対しましての貢献を行っています。コーファシリテーターと一緒になりましてこれまでも皆,皆様とも合意してきた内容というものがあります。これも大変重要ですインターネットガバナンスのコミュニティにおいて。皆さん自身が意見を共有いただきましたアリスワガにおいてもそうですし2021年カトビッチにおいての会合でもそうです。 我々リーダーシップパネルは自分たち自身のポジションではなくて皆様から頂きました意見をもとにそれをまとめて濃縮させてそれをグローバルデジタルコンパクトのコンサルテーションの中に落とし込んでいっているというわけです。でギャップの話ですけれどもたくさんの活動がさまざまな面で行われています。 でもどのようなインターネットガバナンスの側面というものを強化する必要があるのか我々リーダーシップパネルで IGF を強化したいと考えています。というのは IGF はインタインターネットガバナンスのの未来一部でであるると考えているからですそこで鍵となりますのは、えー、参加そして代表性多くの方々が今回もご参加いただいています。 8, 人以上の方々が登録されており9,000ぐらいになっているというふうに聞いておりますが世界のさまざまな地域からオンラインで参加をしたりまた実際にこの現場にいらっしゃっている方もいらっしゃいます国連は26億人の人たちがまだオフラインであるとつながっていないということなので SDGs を達成する道のりに関しましてもまだまだということになります。 また同時にデジタルそしてインターネットガバナンスはどこか,かの社会だとかどこかのビジネスだけの話ではなくて今イ,ンタイ,ンタインターネットというのは社会全体に行き渡えるような問題になってくわけです。なので私にとりまして最も大きなギャップ我々のその作業今後 進めていくべきというものはさらに IGF において多様な参加者を集めるということです同じような考えを持った人だけが集まってディスカッションするだけでは十分ではないということですどういったかと言いますと産業界からの参加もこれはテクノロジーだとか電気通信の会社だけではなくて銀行だとか銀行だとか 交通だだだとととかかかヘルスケアまな業界から参加いいいただきたき思っていますこういったさまざまな業界の人がインターネットを使っているわけですから使っているだけではなくてこういったああ業界の人たちはハイスキルのデベロッパーを雇ってテイラーメイドされましたデジタルソリューションというものを開発しているわけです。なのでこういった方々も IGF に参加してもらいたいと思います。またそれだけではなくてリーガルの 法法的なそののの専専門門律家の方にもも参画をしててらいたいいたと思っています社会経済に対しますインターネットの影響を考えた時にまたそれ以外にもデジタルの人権保護だとか、えー、安全性職場での安全性教育アクセスそれから銀行のローンに関しましてもそうです証保険に関しましてもそうですがさまざまな領域でインターネットは利用されています。そこで、えー 法律の専門家の方々バリスターだとかソリスターだとかそれから判事そういった方々がその専門能力を IGF に貢献をしてそしてまたこのディスカッションから学んでもらうこともあると思います。そのようにお互いにさらに常に グローバルサービスからの参加を拡大するということも重要ですこういったグループは高品質の接続性とかデバイスそしてスキルに最もアクセスが必要としていますアクセスを必要とします彼らが一緒に参加して我々の求めるインターネットを一緒に作らなければいけないわけでこういった方々が IGF に参加してくださったことを嬉しく思いますではそこにどう到達するんでしょうか私はリーダーシップパネルのメンバーとして まあ我々にも役割があるということは分かっていますそして大きな課題でもあるということも認識していますただあ,のある価値の提案を今申し上げたようなグループに対して明確に打ち出さなければいけないと思うんですつまり強くそしてインパクトのあるアウトリーチそれから IGF を皆さんがプロセスの一環として求める インターネットの将来のインターネットを構築する場所としてショーケースするそれから同僚とそして他のセクターと課題についての情報を共有しそしてインターネットとデジタル技術の可能性を共有するそしてマルチステークホーダーモデルを再強調するということが必要になります。ということでインターネットガバナンスの将来について最後に申し上げたいのは我々が求めるインターネットというのはグローバルなデジタルコンパクト との重要なな一部となります GDC というのは IGF にその根っこを置くべきだと思います。AGF というのはよく確立された尊敬をされている機関でそしてマルチステークホルダーコミュニティがインターネットの将来のためになした決定をモニタリングしそして実施していくための非常に優れた機関だと思います。ありがとうございますリーゼさん インターネットガバナンスとデジタルテクノロジーそしていろいろなステークホルダー例えば医療とか保険そして企業それから銀行などにリーチする重要性といった背景説明をいただきましてありがとうございますでは最後のスピーカー最後じゃないですね失礼いたしましたあの最後から2番目のスピーカーアニッタ・グルムシさん IT for Change のエグゼクティブディレクターですどうぞインドの方ですアニータさんどうぞありがとうございます私は私がこれから話す内容というのはちょっと前の方々とは違った視点になるかと思います 我々のネットワークあるいは組織はあのデジタルの危機というのはガバナンスの危機であると考えていますではグローバルデジタルガバナンスをどうやって枠組みを変えてでグローバルデジタルガバナンスの将来が まあ極端な格差の世界に対応するように保証できるんでしょうか。あの自民総長が20年のウィシススのあのレビューを行うと、2025年のウィススのサミットで行うことになっています。そして GDC を通したこのアレンジメントというのが。 大きな変化に対応しなければいけませんつまりウィシスプラス20のレビュープロセスをそのそれに対応させていかなければいけないわけですではどこで始めたらいいんでしょうか何を認識しなきゃいけないのか生産性の高いそして実りの多い GDC プロセスとのエンゲージメントはやはり歴史をまず見ることが必要ですでも民主主義というのがまだインターネットの技術的なガバナンスには欠落していますで知性学的な緊張 などもやはりデジタルエコノミーをいくつかの大手の企業それも二カ国の企業が牛耳っていることにもこれはねかりますそして AI ガバナンスの将来についての非常に大きな不安もありますデータと AI のテクノロジーというのがバリューチェーンとか市場力というのをコロナ禍の世界で決定している結果公共面での ディスカッションというのは、マウティラララルのシステム、つまりデジタル貿易、それからバイオディバーシティ、それからヘルス、そして海洋などまで、すべてがマウティラテラルに必要になってくるわけです。つまり、すべてが不安、そして不可口な時代となっています。ではここからどうするのか我々は全く 新しい明日の制度を作成する上で同じ場所で走っていただきません。て2023年の7月のポリシーブリーフには2つの制度を提案していますつまり3社によるデジタルポリシースペースこれをデジタルコーポレーションフォーラムという名前になっていますそれから公正でそして持続可能なデジタル化これのためのカウンセルこれは長期を見ています。そしてこの参加 3局の第六というのは IGF の過去を読みがえらせますですから。 あのやはり I.G.F の強みを考えた上で今までの失敗を避けなければいけません。そしてあの対話というのは重要ですけれども公共政策というのは対話だけではなくって公的な歴そして民主的な対話がその根底にあります。つまり多様性だけを求めるそういったさまざまな主張のばらつきというのをまとめていかなければいけないわけです。でいずれの制度も期間もビジネスプラスツウェンティの あのつまり競技的に民主的にそれも市民社会の参加というそういう競技から外れてはいけません。しかしながらグローバルノースのあの多くの企業というのはあるいはあの政府というのはこういったような新しいモードというのを好んでいないようです。それからやはり技術を人間化してそしてあのホモテクニカスの時代にあったような権利を判定する。つまりデータは信頼を持って 自由に流通しなければいけないというのはデータガバナンスの分野で例えばデータのプライバシーの保障といった そういった問題にててを主役しようとしていますでもそうではなくて人々の開発の主権というものを保障しなきゃいけないんですつまり例えば接続性への権利それからデータを公共財とするそれから忘れ去られる権利デジタルシステムできっと代表性を持つそれから あの、きちんとした作業環境などの権利です。人々のデータ、そして憲法を遵守するという考え方。あ、それから人々の。 集団的な権利、つまりどうやってソースデータのアグレゲートなリソースを活用するか、それからデータが可能にするインテリジェンスで彼らの権利をあのちゃんと主張するということです。そうでなければマルチラテルシステムでこのような優れた制度というのは生まれないと思います。それからデジタル TNC の力を例えばいろいろな義務付けによってすべてのあの地域で制約しなければ。 デジタルイノベーションはイノベーションとか経済的な多様性それから環境の持続可能性を つまり人権も尊重することはできません達成することはできないんです我々は転換点にあります我々が必要なのは野心ですそしてグローバルなデジタルガバナンスというのはシステム全体のリブートが必要でしょうそして例えば国際金融機関それから国際税制などをデジタルインフラの開発の公共投資を促進するために変えなければいけませんそしてグローバルに育成されたそういったシステムが ますよです。民間企業がどこでも反映できるようなそういう場所が必要です。デジタルガバナンスは現在はあまりいい場所ではありません。で、それはとてもシンプルな理由からあります。ガバナンスの制度とかメカニズムなどがデジタルの共存に合ったような形で作っていれば、情報社会は多分ジュニーブのあの宣言のま願望 ととなっていたと思いた思ますまず公正そして人間の尊厳を尊重したでしょうそれから平和そして自由そして平等そして連帯そして忍耐それから共有の責任そして自然に対する尊重つまり2003年に我々が主張したことを全部実現したでしょうところが今は決してそれが実現されていないんです。デジタルのの協力というのはまず 人々そしてこの惑星が豊かになる権利ですそれをやはり保障することですまたピアリングそれから相互主義で反映するような社会そして無限の自己実現の社会というものが実現できると思いますありがとうございましたでは次に最後のスピーカーですね。ティミア・ストーさん彼女は ICC のグローバルデジタルポリシーリードです。ありがとうございます、アナさん。そしてパネリストの皆さんありがとうございます。そして最後のスピーカーまであの。 あの二対一く待っていただいたありがとうございます。私はインターナショナルあの国際商工会議所でグローバルデジタルポリシーリードをしてます。ICC というのはグローバルなビジネス組織です。でメンバーとしては4500万の企業いろいろなセクターと規模の企業が全世界で加盟してます。170カ国でに今加盟社企業があります。で知らない方のために ICC というのは ビジネスのフォーカルポイントとして当時ビジネス20年ほど前ですけれどもで活躍していました私自身は20年前いなかったんですけど私はビジネスプラス10にはいてそれからもう10年も経ったというのは驚きです皆さんもあの最初からウィジネスの最初からいらしたということでそれ以降どんなに物事が変わっているかよくお分かりだと思いますではこれが私の出発点ですまず 20年前に起きたことそして今現在のストッククテイクをしたいいと思いま今先ほども話がありましたように我々ビジョンを作りました人間中心の情報社会というビジョンを作ったわけですそしてフォーラムも作りましたこのビジョンを実行していくためのそれが IGF ということになります IGF はインターネットガバナンスに関します政策を協議する場となりましたそそしてそれ以外にも このココンンセセププトトががでででききました。たマルルチステーークホルダーイズムというコンセプトができたわけです。私は当時はそのディスカッションに関与しておりませんでしたけれどもこれがいかに難しかったかということも聞いております。非政府のキだとかそれから会社市民社会からの参画というものを保障するのは多分難しかったということを聞いております。そして、えー ここうういいいった方々を交渉に含めるとととは大変難しかったと聞いておりますそして我々の93コモンガジェンダーの93項目にありますけれども事務総長が言ってますのは国連の政府市民社会民間セクターというものがマルチステークホルダーのデジタルテックのディスカッションに関しましてグローバルデジタルコンパクトに 合意するために未来サミットでこのトピックをディスカッションするというふうになっていますこのように共通に集まって何かを作るというようなことマルチステークホルダイズムというのは国連の総長のこのような声明にも含まれているわけです先ほど冗談が言いましたようにもちろんそれはパーフェクトではありません IGF もパーフェクトではありませんしマルチステークホルダイズムに関しましても改善の余地はあります これまで達成したものをもとにさらにそれを強化するというそれを考えるべきだと思いますそしてギャップですが我々は IGF が何かそして何ではないのかということ IGF がそもそも何のために生まれたのかということこれを考えるべきだと思います IGF が今後普遍的なコネクティビティを 解決でできるのか回答はノーですこれはあくまでも電気通信企業だとかテック企業だとか開発銀行政府の議論の場というものを提供するのが IGF ということであって今。 現在この IGF というものは世界の様々な領域で地域で行われていますそして技術標準の作るのも IGF の仕事ではありませんあくまでもこれは技術の専門家コミュニティ市民社会政府民間企業が集まってその標準を作る場を提供するとサイバーセキュリティのその規範を作るという場でもないということですあくまでもあらゆるその主体アクターを集めて 適切にこの規範というものが実行されるということを保証するための議論をするというのが IGF になります。そして AI に関します政策を作る場でもありません。これはあくまでも政策立案者が策定するものであって我々がその政策に関しまして正しい方向に向かっているということを保証するためにさまざまな ステークホルダーを集めてディスカッションするそして気を与えるということを行っているわけですそのようにこれまでは20年ウ e c i s の歴史を振り返りましてもこのようなことが IGF の役割だったわけですでもちろんリソースが不足しているだとかそれからギャップもありますし改善するべき点はたくさんあると思いますそれからまた 認識に関しますギャップというところこれに関しましては新しいものを作る必要があります我々が考えるべきは我々が達成する我々の成果に関しましてはちゃんと人々に伝える必要がありますそれぞれの言葉において理解してもらえるように IGF の成果というものを広げる必要があります我々はそういった意味では 我々の IGF というものをこのコミュニティというものをオープンにして IGF の議論に参加していない人たちに対しましてアプローチをしていく必要がありますこれを適切にやることでこのフォーラムのその成果その価値その成功ストーリーこういったものを広く共有していくということが重要だと思っております。 はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。皆様のそれぞれの意見を聞きまして嬉しく思います。そしてそれ以外の参加者の方々、この会場に座っていらっしゃる方々、あと38分ですか。 の時間が表示されておりますけれども、えー、意見コメントがある方質問がある方はマイクの方まで進んでくださいそしてまずご自身のお名前ご所属をお願いいたしますそしてどこにギャップがあるのかということに関しましてお願いいたしますありがとうございますありがとうございますカルロス・ベイラですエクアドルから参りましたほ,ほとんど皆様のアイディアに同意いたします 人権間中心ということですね。それから、マルチステークホルダーを維持していくということ。はい、これは本当に重要です。私はこのパネルで二十五年参加しています。そして、このパネルで七人,人の男性がもともと二十五年前、植えたんです。けれども、今現在は六名が女性であるということ。それは本当に素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 あと1人、2人4、4本ぐらいマイクあるんですよね。はい。中の意見だとかコメントがあるべきだはずですので、もちろんそのコメントがなければ結構ですけれども、どなたがいらっしゃいませんかオンラインで。オンラインのモデレーターはどこにいらっしゃいますかはい。何かオンライン上ではありますかありませんかある,あるんですね。では、質問かコメントを読んでもらえますか あはい、マイクの方までお進みくださいいくつかコメントが来ていますあ手が上がってるんですけれども直接話をしてもらいましょうかはい私のアイアルスさんアイアルスの手が上がってますけれども発言できますかオンライン上で。 ミュートを解除して話せますか聞こえますかはい聞こえますよありがとうございますこのような機会をいただきまして質問したいと思います質問と意見です IGF 昨年 I.G. アジスアブラで参加しましたイエロシブシと申しますエチ,オエチオピアにおりますもともとオーストラリアでも研究をしておりました物理的な 物理的な通貨とそれからデジタル通貨に関しましての研究をしておりますそれがトレスタビリティの研究をしております興味がある方は私にお知らせくださいでは質問です2つ質問がありますそして提案もあります最初の質問はインターネットのテクノロジーこれをどのようにどれだけ公正に標説的に 実際の実践的なアプリケーションにおいて実行するのかインターネットのサービスを悪用しないようにするためにはどうすればいいのかということそれから完全にテクノロジーにアクセスできるようにそのするためにデジタルの,その公共インフラだとかエコフエンフインフラのエコシステムというものをその政府が整備をして そしてまた国際的なインターネット法というものを策定するということはできないのかということです私からは提案あるんですけれどもどうしましょう後にサンプいただけるのであればはい続けてくださいわかりましたまず先端のテクノロジー AI ブロックチェーンコンタムコンピューティング IoTOTOENFCNFT このようなテクノロジー全てかなりのデータ情報を生成いたします最近はデータ情報は豊かトミを表していますトミ m は先進国に集積されていますテクノロジーこういったものはサービス機能に関しましてこれ全てそのインターネットで実際にれています インターネット上で実施されていますそれから国連のインターネットガバナンスの・ロー国連がインターネットガバナンス法というものを策定するそして今現在のインターネットの接続性の問題に関しましてこれは民主主義そして普遍的な人権そして自由そして規制のない民主主義こういったものが 各国のの政府の規制によってて阻害されていますそしてインターネットをコントロールするそしてインターネットの内容が政府にとってマイナスなものであればそのようなインターネットをシャットダウンするということをやっている国もありますのでそういったことが行わないようにそれからサイバーセキュリティの強化です教育を行うハッカーというのは人間的な 自然の,その人間であって彼らはプロであってまた理論的に自然法というものを適用する自然法がというのはそのハードスキルではなくてソフトスキルということになります我々全員がタスクを実行する時には正直誠実性人間性そして優しさそして説明責任を持って実行するべきである。 あらゆる人類にとりまして平等の恩恵が渡るようにグローバルな社会としてあらゆる各国が恩恵を受ける全ての国万人が恩恵を受けるということを保障するそれからもう一つの提案3つ目になります今現在のインターネットのこの機構というものを 見直す必要があります今現在のサイクルですがその開発に関しましてこれは先進国が占有しているということになりますビーフインターネットの前でもそのような状況がありましたので新しいシステムを作るわけだと思いますこのような急速なテクノロジーの進歩に関してあらゆるその国々がその開発に参加できるようにそして誰もが同意をして IGF そして ITU という場を使ってあらゆる国家が合意ができる形でそういったことができなければスタンダードだとか規制標準そして全てのその責任責任だとか説明責任だとかこういったものが インターネットの包容性を達成するために、その全ての国にこういったことが実現するということは難しくなります。おはよう、ありがとうございました。もう一人マイクに立っている方と、それからリモートで参加あの発言を希望している人がいますね。ではまずあの会場の方、それから次にリモート、そしてまたあのマイクの前の方に戻りますね。どうぞご紹介ください。自己紹介はありがとうございます。大変豊かなディスカッションありがとうございます。あのとても役に立つ提案をお話しい ました。ピーターマイセックと申します。私はアクセスマウントのあの社内弁護士です。で、私の方からは今週行われたあのまデイゼロで行われた市民社会のディスカッション、まこれはあのグローバルデジタルコンパクトのスコーピングについて協議しました。で、あの社内外でいろいろな協議を行った結果、あのどうやってこのプロセス グローバルデジタルコンパクトのプロセスをどう強化したらいいかというプロセスについてある程度のまあ合意いたしました。で今あのお話しされたようなあの I. J. F. のあの狙いと合致します。まず透明性とそれからああ、レスポンスビジネスシナジー、そして一貫性。統一性、それからスコープ範囲、そしてバックグラウンドという部分です。まず透明性、それからあの反応性、リスポンスビジネスについてですが。我々は、もうかなりあの。 の機会をいただいてグローバルデジタルコンパクトのあのに貢献できましたディープダイブテックコンボイオフィスそれから地域のコラボレーション協議などいろいろなインプットをしましたけれどもどうやってこのインプットが使われているのかそして成果物が結果どうなるのかということは分かりません。ここ数ヶ月間本当に短い論文がーーファシリテーターから 発出されただけで、これはあの他党も豊かなディスカッション全部の内容を反映していません。でですから、もっと意味のあるステークホルダーマルチステークホルダー。 プロセスでそしてジェンダーフリーのものはやはりリスポンスのフィードバックループが必要だと思いますそしてすべてのステークホルダーを設計上参加させるものは重要だと思いますそして GDC についてマウンテラトラルの協議が必要ならば事前にそれが会場対面で行われるのか教えてくれないとやはりビザなどを申請するのに時間がかかってしまいます。で加盟各国は やはり市民社会を必ずデレゲーションに含めるようにしてくださいそれからシナジーと統一性あるいは一貫性については先ほども言われたとおり GDC の結果を IGF に取り込むということで今週 IGF 自体を使ってグローバルディタル・コンパクトを強化しようと今しているわけです。 であのラフなコンセンサスとして IGF というのはうオープンと包摂的なフォーラムであってそして年々これが高まっているとですからこれを置き換えたり別のフォーラムで重複的なものをそれもグローバル・ノースの都市に本拠があるようなあのところで作ると環境的なコストなどあの参加するのにあのコストがかかるのでそれはやめてほしいということです。それれかららスココープにについいてててですけれどもあのさらに努力をを重ねテテクニニカルコミュニティを参加してしほ と思いますインターネットガバナンスというのは技術的なディスカッションよりも幅が広いんですけれどもでも主要なステークホルダーで特にコロナのストレステスト化でもシステムが全てオンライン化してそしてインターネットに日々の仕事でも依存している時にうまく機能したと思いますで水平型の各国政府の協力というのはうまく成功したので彼らもぜひこのディスカッションに参加してほしいと思います。で それが日曜日の市民社会のあのラフなコンセンサスでした。ありがとうございます。では、まずデボラアランさんがオンラインから発言を求めていて、そして2人の方がマイクに立っていらっしゃいます。それそこで。まあ今のところちょっと時間がその3人しか残らないので、デボラさんどうぞ。はい。皆様こんにちは。そして、あのパネルに参加させていただいてありがとうございます。いくつかコメントがあります。皆さんがやっている。 今の話つまり広報をしてそして参加を拡大するということについて話したいと思います。自己紹介ですが私は ヘイグまあニューヨーク市の近くにえでもファイナートワイというあのデジタルフルエンス性を高めるためのヘイグの本社に置いてありますあそして i j f とそれからリサにはあのトランスアトランペックパートナーシップであのワシントン D.C. でお会いしました市民社会がまさに発言力をパネルで持つという一つのあのことでまあ実際それがお起,起こっているということ自体の証左だと思いますそれから二つ目はやはり広報活動ですが皆さん京都にいるので で誰かピースボートってご存知ですか？ピースボートドットオルグです。ぜひあのこれをあの検索してみてください。もかなり前から活動していますピースボートというのはでピースボートという組織はまデジタルの時代というのはまだ若いですでまだまだ設計しなければいけないものが多いしそして 今これをデザインしているということでいろいろなフォーラムがあるんですけれどもピースボードというのはいろいろなプロジェクトキャンペーンで平和人権と持続可能性を維持するために日本それから東南アジアそして北東アジアとかいろいろなところの人たちと協力して国際的なネットワーキングとか国際的な会合などを主催しています。非常に大きなな実は船なんです世界中を巡っ でそして平和のための友好関係を作っていくんです。であの同じことができると思うんですね。 peaceboat.org を見てそれから想像してみてくださいやはりこれは一つの広報活動だと思いますというのは,これは我々は新しいステージにあるのでですからデザインのアイディアの一つですで最後の質問といいますか唯一の質問は会合などでは本当に一般論になりがちなんですでやはりこういったことが必要だ何が必要だという具体性は具体的なことはみんなよく分かっていると思いますで i c f でなさった実績で yeah 非常に大きなインパクトがあったもののいうのは何でしょうでいろいろと何ができるかするべきかというようなことが一般化して話されるんですけれどもやはり実際にやっているその実績といいますか業績についてもっと話をするべきだと思うんですね。皆さであとで最後の2つの質問者から質問を受け付けたらペンディングの質問に答えてもらいます。ではこちらの方それから からバートロンさんそして私が受け取った2つのステートメント私の方から読みますあ、こちらにももう1人いらしたんですねすみませんということは3人ですかわかりました手短に来ますねエ,ミエマー・ギブソンです私はアライアンス・フォー・ユニバーサル・デジタル・ライツオードリーから来ました 我々は複数の組織に対してこの十のフェミニスト原則というものをまあこれはグローバルなデジタルコンパクトにジェンダーを取り込んでもらうための原則というのを打ち出しています。そのうちの一つの原則というのは女性のリーダーシップをインターネットガバナンス、そして政策立案で強化すると増幅するということです。ですからこのパネルがのまあ女性が大半を占めていて成功しているということは非常にいい点だと思います。で質問はジェンダーという。 問題がインターネットそしてデジタルガバナンスでどれだけ重要なものだと思っていますかという質問ですでバートランさんいいですか彼はもうずっと待っていたようなんですね私が見落としただけなのでえそう思ってましたどうぞお先にありがとうございますありがとうございます議長私も手短に行きます私はジェニーバー原則の著者の一人ですつまり ジュニーバーで2003年12月まあ国家代表としてあの私は関わりましたですからまあたくさんいるオッ著作者の一人ですが私はやはり原理原則という点に立ち返ってみたいと思いますこのプロセスには原理原則というものがあってこれは20年前に 策定されたものですで、この会場の中でプリンスプル原則という話はあまりした方はいらっしゃいませんフレームワークそれからアクションラインという言葉も使われましたしその他のいろんなプロセスにも話を呼びましたがやはり一回そのプリンスプル原則に立ち返ることも重要だと思いますそしてこの原則を一つ一つ検証して何ができたかできないかということをチェックマークをつけていくということですというのはあの原則は かなりのディスカッション時間をかけました。非常にシンプルなディスカッションに到達するためにたなんと1週間もかかったんです。あの原則を打ち出すためにですね。でもう一つ今日の午後ある方から言われたことですが、ま今後は何らかの まあ法律あるいはこの作業の法的な基礎とかあるいは知的な根拠にも検討をおくべきだとで2003年の12月ユネーブでは実はこの原則の全文についてかなりの協討議がありましてその時サミットでは強い抵抗があった項目がありました。それは人権あのその宣言 絵の普賢をに対して、それを入れ込むことについて反対があったんです。で、我々はそれを乗り越えて、udhr を全文ジュネーブ原則の全文に入れ込みました。ま、それは私は一つのあの。 インターネットの法的な根拠を検討する上でいい基礎になっていると思います。ですからぜひその文章をレビューしてください。まあ、これはまさにあのせっか書かれたようなまさにあの一番最初の始まりです。はい、ありがとうございます。はい、えっと、自己紹介いただけますか。ウィンストン・ロバートと申します。私は20年前。 ニュージーランドを代表していました。ウィシス・ジュネーブ開港に参加していました。今は NGO で仕事をしていますグローバルライラー。グローバルの情報へのアクセス、ライブラリーセクターを代表して今回参加をしております。ありがとうございます。そうですね。そういった原則に立ち返るべきだということで、ありがとうございます。ベルトラン・レシャブルと申します。 インターネット・ジュリスディクション・ポリシー・ネットワークの、えー、に所属しております。まずこのパネルのタイトルは、えー、と思います。インターネット・ガバナンスの未来と書いてます。その中には IGF の未来そ,そして、えー、インターネット・ガバナンスの未来という両方の側面があると思います。インターネット・ガバナンスの未来というディスカッションをする時には。 えー、インターネットのガバナンスとそれからインターネット上のガバナンスという2つの側面があります。で先ほども話がありましたけれども、えー、我々はこのコロナにおいてインターネットというものは大変重要な役割を果たしたわけでそしてインターネット上のそのガバナンスというとになりますと、えー、その ディスカッションに関しましてはさまざまな個々の政府間の取り組みもありますし個々のその取り組みとそれから政府間の議論というものもありますインターネットの未来のインターネットガバナンスの未来のディスカッションをする時には3つの例があると思いますインターネットとそれからデジタルエージのガバナンスですデジタル時代のガバナンスというのはジョーダンが言いましたようにそこで主な 基本的な質問としてこれは政治的な質問であるということ何がイン,インターネットなのか何が情報社会なのか何がそのデジタル社会なのかということ、えー、それからもう少し具体的に考えますとジョーダンが言いましたようにリバースオーダーですリソース IGF ですが、えー、これはもう偽善、えー、の、えー 対立だと思いますあらゆる方々が文句を言っています特にその政府に対しましても IGF の成果に対しましての文句というのがたくさんございますけれどもでもスタッフに関しましても私の組織の半分のリソースしかこの IGF という大きな組織のないということなんですこれは受け入れることはできませんなので IGF で もっと何かやりたいことということで、あればその IGF のリソースをもっと強化する必要があります。それからコーディネーションの話もありました。ゴールというのは IGF があらゆることに対応するすべてのレベルにおいてということではないわけです。我々はダイナミックコーディションを持っています。最初のステップとしては、ECU ベースのネットワークを 作ってです、ね、イシューごとに関係があるステークホルダーがその問題に対応するということそして毎年レポートを出すということを行っているわけですそのダイナミック・コーリションにおいてはそういったことが行っていますそれからもう一つからアンビションやシーンということですけれどもデジタル社会我々が作りたいインターネット社会ウィシスでも デジタル社会としてどのようなデジタル社会というものを作りたいのかこれはあらゆるその通信コミュニケーションの人類の例えば言語だとか書くということもた印刷なんかもそうですけれどもこのコミュニケーションの革命というものが社会を大きく変えてきたわけです人類として今現在コミュニティがお互いにつながり合っていますそして 70億のうち50億人が今オンラインでつながっているということでコーヒー・アンランさんがおっしゃった言葉を引用したいと思いますけれども政府インターネットの時代での政府をデザインする時には それを発明した人たととと同じだけ革新的だけ的なならないということですしたがって最初の2006年の IGF のディスカッションでも、まあ、当時はその IGF というものが持続可能かということも分からなかったんですけれどもそのガバナンスのアーキテクチャデジタル時代のガバナンスアーキテクチャが必要だと考えます。はいありがとうございます。 マイクに関しましては、以上ということですね、はい。会場からの質問に関しましては、もう受け付けられたとはできません。今、オンラインで2つステートメントが来ておりますので、申し訳ありませんけれども、会場の,あのコメントというのは。短いものだったらいいですかはい。うん。でももう、2人ぐらい、もう帰ってもらったんですけれども。 こちら私の質問ですリーダーシップネルのポジションすなわち既存のインターネットに関しましてはどういった立場なのかこれはシベリアの環境において平和,平和のためにインターネットあるのかそれともこのインターネットというものはサイバースペースを使ったサイバー上の戦争を起こすようなものなのか IGF の貢献は何なのかということです。 これはアミヤ・マッカベリーさんからのような質問になります。セグン・ンラグ・ウル・ビレさんの質問もあります。IGF のチャンバーのディスカッションというものをアクションにさせるだけだと思います。国連のデジタルコンパクトのプロセスもありますが、IGF は。 インターネットガバナンスフォーラムでのディスカッション多くのステークオーダーデジタルガバナンスについて話をしておりますがこれはインターネットガバナンスとの比較においてデジタルがなければインターネットはありませんしそしてインターネットがなければデジタルはないということですでこの2つの重要なエレメントを収束させるということはできないのでしょうかということですでデジタルのその共有のシステムに関しましてエコシステムに関しましても積極的にそして創造的にまた グローバルのインターネット、デジタルのエコシステムというものを変革化していく必要がある。それが一つのピース、イノベーション、ディベロップメントのためのスペースにするべきだということです。で、このような二つの声明を読み上げました。で、この後オンラインのパネルの方々、はい、それからこちらの方ですかね、2分ぐらいでしょうか。あまりもう時間は残っておりませんので、はい、パネルの方々に質問に関しまして回答い,いただきたいと思います。わかりました。 たくさんの質問がありましたのでまあ、頑張って回答したいと思います特にお話をしたいのは3つに対してです1つはそのギャップの対応ですねまずインターネットデジタルガバナンスインターネットガバナンスというものは進化をしているということなのでそれだけの準備ができているのかという点です私の個人的な意見ですが インターネットガバナンスの本当にもうディスカッション、まあ、単にその協議をするという場から、まあ、IGF も進,進歩してきたと思いますしこれは意欲的に変わってきたと思います、まあ、少し、えーまあ、混雑しているといいますか、えーまあ、たくさんの、えー、トピックがありすぎてですね少しあのフォーカスが十分に絞れてないというところあるかもしれません。例えば、えー SDGs に関しまして、17のゴールがあるわけですが、そのうちの一つ二つというものをピックアップして、集中的にディスカッションするとかということで、例えば今年は SDGs のこれとこれ、次の年は SDGs のこれとこれというふうな形で、フォーカスを絞ってはどうかということですね。それからまた、先ほどパネルでも話がありましたが、デジタルデバイトがある地域においては、 小さくなってきてるとそしてまたコネクティビティのデバイドというものは小さくなってきてるけどもジェンダーのデバイドというものは今も続いているということですジェンダーの分断というものが今も残っているということですで、ジェンダーというのは独立した問題ではなくてジェンダー問題というものはこれを主流化する必要があります我々の議論の中心的な議題となるべきだということなんです 学会によってジェンダーのセッションを別個を設けるというのではなくて IGF に,においてもジェンダーのトラックを設けるのではなくてですねあらゆるそのトラックのジェンダーというのは関係しているということですねそれだから主流化するということそれからまたマルチステークホルダーモデルに関しまして IGF で何千人もの方が参加をしているわけですが我々そのダイナミックコールシアンというのがあってそこで実際に成果を出してきております。 なのでこの成果に関しましてもより広く共有できるようにアニタさん2分でどうぞありがとうございますいくつか指摘したいと思いますが技術はイコール政治というのはあの非常に重要だと思います確かにおっしゃる通りどんなまあ国際主義インターネットの国際化にはある程度の アイディアとして、これが人類の共通の伝統であり、そして何らかの公共的な法律がその背後にある裏付けにあるということは認識しなきゃいけないと思います。それからバートランドさん、あのあのまあ半分ぐらいはどういたします。ただ IF のようなフォーラムで問題となるのはやはりコンファーメーションバイアスが働きがしたという意味です。で、インターネット にの関連者にフィルターバブルとかコンファーメーションバイアスの説明はしなくてもいいと思います。私のような人とたくさん喋ったらやはり。 IGF でいろいろと異論を持つ人がいるでしょう。というのはデジタルシークエンスの情報あるいは合成生物学では天然資源の管理というのは天然資源についてのデータと完全に矛盾しています。またデーータとかかそそれから貿易のフロななどもそうです公共例えば多国的な データというのが急にその母国から盗まれてしまうというようなことがよく起こっているわけです。これがその世界の80%を占めていると思います。そういう弱者がで IGF にそういった人たちの発言力を求めることが重要です。ダブレではデータへの権利つまりまあコロナそれつまりでもそのあの。 病原体についてのデータがアフリカからそして WHO に提供したのにしかしそれに対する研究データセットからの研究成果というのはアフリカに戻っていなくて特許システムそれも複数社の手に逃げられているわけですですから一つ考えなければいけないのは本当に インターネット上のガバナンスとそれからデジタルソサイティのガバナンスの間に違いはあるのか分離はあるのかないと思いますというのはすべての存在というのはハイブリッドですすべてのリアリティはハイブリッドです我々はホモテクニカスですルネッタさんとは意見が違いますあのやはりこれをやはりあの分けて考えるのは私は意味がないと思いますルネッタさんどうぞ。 ありがとうございます、アブリルさん。私の方からのコメントはやはりジェンダーについてです。私は単純にそのもちろんジェンダーは重要です。で、私がここに六人の素晴らしい女性と一緒にこのパネルに参加できることを本当に喜んでいるんですが、ただ申し上げたいのは。 参加の多様性を高めるだけでは十分ではないんです多様性はやはり意思決定に反映されるべきなんですで、私学校にいるということはまあ直的にマルチステークホルダーのディスカンションで減ったさまざまな変化の結果です IFT だけではなくてブラジルのコミュニティ全体でそのような変化がありました私がここに座っているのは私がインターネットのあの 1995年にできた IGF ・レディアシップ・パネルの唯一のそれからもう一つは我々が直面している課題についてですね特にインターネットの将来それからガバナンスの将来それからインターネットとデジタルそして ディジェフの原則です。どんなインターネットを我々は求めているのかとなると、どんな世界を作りたいかということになってくると思うんですね。将来我々の子供のためにどんな未来を作りたいかというそういう質問に還元されると思います。で我々はまあ問題そして診断では合意できています。そして そういった問題に対応するためのソリューションを一緒に作っていかなければいけないと思いますガバナンスとかコミュニティの問題ですですからまこれをコメントとして申し上げているんですが我々はやはりギャップについてのあのディベートを深めそして IGF にそれを持ち込んでそして先ほど聞いた通り その対話それからコンサルテーションを全てのステークホルダーとらに推し進めてそしてブラジルを2024年にあの マルチステークホルダーのコンセンサスを今話しているような問題について討議できるようなフォーラムを作るということがあの合意されていますでこれをぜひ皆様にあの考えていただきたいと思いますリサさんありがとうございますインターネットの未来についてあの I J F でいろいろな討議がありました原則原理原則など我々があの基盤としているものは非常に重要ですそして I J F が行 たその選択肢の透明性というのも非常に重要です。そして、我々が協議している内容のそのサブスタンスを本質というのも理解することが重要ですが、ただオープンで包摂性であることが重要です。で、課題は全ての関連性のある当事者、つまり、全てのジェンダーが参加するということがとても重要だと思います。ジェンダーまだ今でも問題です。それからいろんなあの国籍の人。 が参加すすることも重要ですそれから事務所あの我々のセクレタリアとは非常に小さいのでもっと予算が必要です資金拠出金を上げなければいけませんというのは事務局の作業量も増えましたのでこれも重要ですそれからジョーダンさんが野心という話をしましたが私は野心というのは我々にとっても鍵だと思います。やはり野心 がないと Igf をこれからさらに発展させ進化させるという野心がないとだめまダだと思います。なんかリーダーシップパネルではやはり人間中心のインターネットそれからマウティステックホルダーモデルこれは必ず維持しなきゃいけないという強い信念があります。それから最後に我々は Igf のそのプロフィール地位を高めそうした新しいアジェンダを立ててそしてインターネット将来のインターネットを作るためのアジェンダをさらに に強化していかなければいけないと思いますジョーダンさんどうぞ3つありますまあ、特典の質問に答えようと思いません1つは これがそれほど重要なのであればきちんとしたリソースを割り当てることが必要だということなんですあのポリシーステークホルダーのエンゲージメントチームは IGF の事務局の数字と全く同じスタッフですで、やはり一番大きな小切手を握っているのは政府ですですから政府がこういった自治タガバナンスという問題を見てそしてバランスを変えるべきだと思いますそれから2つ目は政治的そしてガバナンスの問題というのがこのパネルではかなり指摘されましたけれどもそれを はもっと。 その議論が不通しても良かったと思うんです。で、でここで面白いあの話を聞いてもまた別のセッションに走っていて、そしてそこでまた別の議論をするということで、インターネットのガバナンスに本当に IGF インターネットガバナンスのフォーラムできちんと集中して話したかどうかという問題があるんです。例えば AI の重要性とか、もう何百というトピックがアジェンダにあるのにでも本当の意味での我々があの今あの活躍しているモデルの中身あ 理由はその姿についてはディスカッションに及ばなかったということこれ問題だと思いますそれからこの前のプリンシパルに立ち返ることも重要です必ずしもまた新しいものを再発明しなくても実はもうすでに我々がやらなきゃいけないことの基礎となるものがどっかにあるという場合があると思うんですありがとうございますあの非常に好ましく聞きましたこの 非常に刺激的な挑発的な皆様の意見を楽しみましたこういったディスカッション一日かけても私は非常に有益だと思いますどうぞそろそろ終わりに近づいてますが是非強調したいのはコーモデレーターとしてもう既に言われたことなんですけれども。 スピーカーからのすべての発言そしてここにいらっしゃるあの会場にいる人それからオンラインの参加者の発言というのは本当に豊かでそして啓発的でした我々の未来への啓発になると思いますで、このセッションのタイトルはデジタルカバナンスの未来ということですけれども我々が 今討議された内容についてまた反復していきたいと思います。でもうあのアビリさんがおっしゃったこともう何年も前から言われていました。つまりインターネットのガバナンスとそれからインターネット上のガバナンスという2つがあるわけです。でそうすれば我々も今の討議をより理解できると思います。我々が討議しているのは インターネットのデジタル時代における未来です。情報社会のというのは、あの、一九九十年代、それからノレリツ・ベース・エコノミーが二十年代。そして、一九九十年代はサイバーでした。そして、今はデジタルです。で、インターネットでは、また、というのは、また別の、あの、失礼。インターネットというのは、常に。 その基盤にありますですから我々ここにいるのはインターネットを平和のための兵器とするそして人類にとっていいものにするために我々はここにいるわけです。ということでありがとうございましたスピーカーの皆様方に拍手をお願いいたします。